こんにちは。今日は夜の銀座の暗黙のルールについてお話ししたいと思います。はい、夜の銀座の暗黙のルール、これは、対ホステスさん向けではなくて、対男性のお客さん向けで、銀座ってこういうとこだよ、こういうのって別に口に出しては女の子は最初にあらかじめ伝えることはないんですが、守られてきた飲み方だよとか、こういう方が粋な飲み方だよというのを私なりにまとめてみたのでお伝えしたいなと思います。意外とクラブっていうのは、まあ、なんか値段も、まあ、ちょっとね曖昧と言いますか、座って5万円、ボトルを下ろして10万円というふうに、かなりざっくりとした内容になっております。以前動画でもお伝えしましたが、タイムチャージとかなんとかチャージとかいっぱいついて、まあ、とりあえず座ったら5万円ですよっていう話をいたしました。まあ、このね、座って5万円っていうのが結構、まあ、ホステスさんもよく分かってないし、男性のお客さんもよく内訳は分かっていない方の方が多いんじゃないかなと思います。これも一つ銀座の中では脈々と受け継がれてきた暗黙のことになっております。はい、ということでまず一つ目は、タイムチャージとか伝票の内訳は聞かない。こちらはあんまり聞くと野暮かなと個人的に思います。例えば、まあ、今回座って5万円でした。じゃあ何が5万円なのとかって、ホステスチャージ、タイムチャージ、オールチャージとかボーイチャージとかいっぱいチャージかかってて、そもそもセット料金はだいたい1万2000円とかなんですよね。1万2000円、それに税金かけてざっくり計算できるんですけれども、そんなことはなく、結構伝票にはお下までいろいろなものがついております。はい、そういう中で、伝票を見た時に細かく、これ何代ですか、高いよとか安いよとか、そういう値段に関することはあまり聞かない方がいいのかなと思います。もしも納得がいかなくて、今回高かったけどなんでって思われる場合は、クラブは担当制なので、担当のママや担当の係の女の子に直接後日 LINE とか電話で聞く方がスマートなのかなと思います。まあ、とにかくやっぱりクラブっていうのは社交場ですし、高級なところでありますから、そういったね、こう値段のことについて結構細かく掘り下げて聞くっていうのは少し野暮な感じかなと思います。ただ、まあ、安くはないのでね、すごく疑問があれば、まあ、担当さんに聞くのがね、シンプルでいいかなと思っております。はい、次は2つ目です。2つ目はドレスコードを守るということです。ドレスコードというのは、だいたいクラブっていうのは、まあ、こうお店なりにいろいろ決まってありまして、当店ではサンダルがダメ、短パンがダメ、スウェットがダメ、タンクトップがダメなどなど、お店によってルールがあります。あとキャップはやはり外した方がいいのかなと思います。キャップとかハットですよね。まあ、やっぱりご飯屋さんに行った時でも、まあ、キャップとかしたまま食事するとうんとかってやっぱ思うので、まあ、クラブもね、そういった意味ではここで皆さん飲食されているので帽子を外した方が良いのかなと思っております。あと夏に多いのがハーフパンツとかサンダルです。先日お客様でいらっしゃったんですけども、スリッパでいらっしゃった方がいたんですよ。まあ、スリッパというかスリッパ型サンダルといいますか、かかとが全開でつま先だけまあ埋まってるんですけど、それはギリギリセーフでした。まあ、何がダメかっていうと、やっぱサンダルの指が見えてるのはちょっと難しいかなと思います。でもできれば、まあ、かかともね覆われていてほしいんですが、まあちょっと考えたら店内で、まあ、普通のね革靴とか、あとスニーカーでいらっしゃる方がいらっしゃって、このお店スリッパないのっておっしゃる方がいたら、お店のスリッパを貸し出しするんですよ。でそのお席に座ってる間スリッパで、まあ、そのくつろいでいただいたりとか、まあ、お手洗い行くときスリッパでね、やっぱ移動されるので、まあ、厳密で言えばスリッパってね悪くないのかなってちょっと若干思いまして、なのでそのスリッパ型サンダルでいらっしゃった方には特に注意もせずにどうぞとお通ししたことがあります。ただ女性のドレスコードは、ドレス、着物、そしてワンピースを着るんですけども、ドレスは、まあ、ハイヒール、そして、サンダルっていう風に決まっております。サンダルっていうのは、まあ、こう後ろにストラップがあるやつですね。バックにストラップがあるもの、それをサンダルって呼んでるんですけれども、クラブではミュールは禁止です。ミュールっていうのは、まあ、かかとにね、こう、まあ、ストラップがなくて、まあ、高さはね高くても低くてもいいんですが、やはりすごくカジュアルなものに見えるので、女性はできればかかとにバックストラップがあるものを選んでいただいております。なので男性もやはりドレスコードとしては、かかとがね何かに覆われている方がいいんじゃないかなと思います。
ただこれもね、ほんと難しくて、夏場は短パンの方も結構ね、多いんですよ。で、貸し出ししてある、スラックスがあって、入り口で履き替えていただいてね、まあ、お手洗いとかで履き替えて、中にお通しするんですけれども、まあ、ほんとね、短パンダメなのってこう結構言われる方多いです。まあそういう子だってね、他店のなんとかってクラブは俺短パンで入れるんだけど、ブレアはダメなのとか、そういう引き合いに出してくる方もいます。で、やっぱそうなると、まあ、そっちではやはりいいよっていうのは、まあ、別にそちらのお店はいいんですけども、仮に当店で OK 出してしまうと、他店に行った時にブレアは俺は短パンに入れたんだけどダメって聞かれてしまうので、まあ、結局ねお店のドレスコードがまあこうすごくみんなが守っていてもそういう方がいらっしゃると、まあ、そういう風に拡散されてしまうので、できれば本当にこう入り口でスウェットや短パンの方にはお声掛けして、でもし着替えたくないって言われている方にはもうお帰りになっていただいております。まあ、多分銀座のクラブ半分以上はちゃんとドレスコード今でもあるんじゃないかなと思います。あと最近個室が結構増えてきてるので、まあ、個室需要もとても高まっていて、個室の中は割とドレスコードは自由にしております。短パンでもサンダルでも、まあ、特に厳しく言うことはなく、個室でしたらまあ OK ですよと当店ではそういったお通ししております。はい、次は3番目です。3番目は原価引きがあるということを理解して、ボトルを飲んでいただけたら女性が大変喜びますという話です。クラブっていうのは、ホステスさんは個人事業主なので、箱の中に場所を借りてお客様を集客して営業しているというふうになっております。なので本当はまあおしぼりとかコースター、あとまあこうそういう細かなねこう消耗品は全てホステスさんの経費として、本来はホステスさんで業務委託費として払う中から本当は引かなければいけないことになっています。一律2万円だったり3万円だったりを引いております。で、お酒なんですけども、お店によって、規定が違っていて、当店でしたら20万円以下のボトルは当店がお酒の原価を負担して、そして20万1円以上のボトルに関してはホステスさんが原価を負担するようになっております。この原価っていうのは、例えばドンペリお店で卸します。でドンペリは、大体、まあ、お店によって6万5千円、7万円ぐらいなんですけども、原価も酒屋さんによって違いますが、まあ、1万8千円、9千円、2万円ぐらいかな、その間かと思います。ですると本来はお酒も持ち込んで、ホステスさんがこの場所を借りてお客様にご飲食していただいて売り上げをお店に立てたものを、その中業務委託費を払うっていうのが、まあ本来の姿なんですけれども、やっぱそうやってね原価を全て取っていくと、やはりホステスさんの、売り上げもね減ってしまうので、一律20万円以下のお店のボトルは原価をお店が持っているということになっています。仮に原価が2万円だとすると、20万円はお店が、その子のために負担してその場で営業していただいております。ただこれが本当チリツモですごい原価なんですよ。まあ、毎月考えたらやっぱ1000万近くお酒はやっぱ仕入れしているので、全てお店が負担していると、まあ、すごいこう高額になってしまうので、クラブによってね20万円ぐらいは境に、そこから先はホステスさんの売り上げから引いてお店と売り上げを分けましょうよというふうになっております。例えば、高いボトルで言うと、サロンとかアベーとかそういったお店で30万35万値段がつくシャンパンがあります。そういった原価はだいたい9万円とか10万円とか11万円とか結構高いんですよ。でそういう場合は、一旦、まあ、お客様がじゃあ仮に30万のボトルを飲んで、まあ下までねサービスとかタックスなどついて、今回ご飲食代がじゃあ60万円でしたよと、60万円だとその係の子からまず原価のじゃあ10万円は引いて50万円を売り上げとしてつけてあげたり、そういう風に原価引きというのが一般的に行われております。なので結構飲み方は分かってる男性だと、まあ、ホステスさんだってね10万円引くっていうのは結構大きいので、まあ、ママだったらね、まあ、正直、まあ、売り上げにね比例してなんで、まあ、ちょっと高いなと思うとこもありますけど、やはり日給のホステスさんからしたら原価10万ってかなり大きいので、20万円以下のシャンパンをたくさん刻んでいってあげる方が女性は喜びます。うちで言うと、ベレーポックのブランドブランがその20万円のシャンパンに当たるんですけれども、そのシャンパンは何本飲んでも女性の給料から原価が引かれることはありません。それよりもサロンをね1本飲んでお客様が60万をお支払いしました、その中で10万円引きますっていうよりは、
20万円のシャンパンを2本飲んで女の子原価引きゼロだったよっていう方が、女性は助かります。それを理解されている方は結構誕生日などそういうイベントで高額ボトルをね、なんかお祝いであげようっていう時は結構その原価を気にして、まあ、ママこの店原価いくらなのって、うちは20からですって言うと、分かった、じゃあ20枚のボトルを、たくさん持ってきてみたいな方は、割といらっしゃいます。まあ、その辺やっぱりちょっと知ってるだけでもうお互いね気持ちよくお祝いせっかくしてるし、女性の方も、そうやってね原価のこと気にせずにやっていけるので、いいのかなと思います。まあ、これちょっとした豆知識ですよね。あんまり、銀座に来ていても、まあ、知らない方もねいらっしゃるんじゃないかなと思います。はい、それでは4つ目は、アフターに行った場合、アフターっていうのは1時以降カラオケに行ったりとか、まあ、ちょっと何か食事に行ったりとか、まあ、そういったお店の外でのお付き合い営業ですね。アフターに行った場合は、なるべくでしたらタクシー代は女性に1万円配る方がいいのかなと思います。でこの1万円っていうのは、まあ、そんなタクシーで帰って1万円しないじゃんっていう話なんですが、特にね銀座の近くに住んでる方が多いんですけれども、やはりタクシー代っていうのは、まあ、ざっくりとした、まあ、今日の残業代っていうか、まあ、気持ちというふうなことが多いですね。でその車代も、例えば本当昔いらっしゃったんですけど、君どこ住んでんの浜松町ね、はい、じゃあ3000円とか、どこ住んでんの恵比寿、じゃあ5000円とか、大体の距離でお渡しする方もいらっしゃいました。それは正直あまり、っていうか良くないなと思っております。もうそういうなんかちょっと5000円ケチったり、その7000円ケチったりするぐらいでしたら、まあ、飲食代も5万10万、あと食事に行ってもね、この辺だと3万5万当たり前なので、やはり1万円ケチらずに女性にタクシーで渡す方が、やはりこのお客様いい方だなと思ってもらえるんじゃないかなと思います。でそれタクシー代をなぜ渡すのが、女性にとっていいのかなっていうと、クラブっていうのは係の女の子がいます。はい、で係が、例えば私ママが、じゃあ今日このあとアフター行くから3人女の子を誘ってって言って、3対3でじゃあカラオケ行きました。でその時にお客様がタクシー代をお支払いせずに解散されると、係が実はタクシー代を負担しております。なので3人いたら1人に1万円ずつ、今日は残業してくれてありがとうってママは大体渡してると思うので、そうするとまあ売り上げというかママの、その業務委託費から実費でこう1万円ずつ配ることになるので、できればお客様が配られる方がいいかなと思います。でこれママだからじゃあそれぐらいいいじゃんってなるかもしれないんですけども、これママじゃなくても、結構女の子はやってると思います。なので女の子のお給料って日給ね3万とか4万円とか、まあ、売り上げしてる子で5万円6万円の子、まあ、それ以上の方いますが、仮に日給が4万円の女の子が、他の人アフター2人行きました、お客様解散してタクシー代いただけませんでした、じゃあ1万円1万円渡すと、その子ってその日の日給が2万ですね、簡単に計算すると。なので、まあその子もこのお客さん来てくださって嬉しいんですが、やはり私の自腹で毎回アフター代くれないから、毎回私が2万円2万円とか来た人数分の女の子にアフターで補填してるんだよってなると、まあちょっとどっちがいいのかって言ってね、全然商売になってないなと思うので、やはりタクシー代はお客様からお配りする方がスマートかなと思います。結構この係がね本当、まあ、渡してるんですよね。まあ係の仕事といいますか、まあ1万円ぐらいだったらねまあまあと思いますけど、本当5人とかね4人とかアフターになって誰ももらってないってなると、本当1日5万円とか4万円配ったりとか、それ毎晩のことなんで、本当日給がいくらあっても足りないような、感じになります。なのでまあお客様にねタクシー代お支払いしていただける方が係も喜びますし、行った女の子も気持ちよく帰れますから、その方がいいんじゃないかなと私は思います。とはいえまあ教育的にはお店はねタクシー代もらえるのは当たり前じゃないよ、そのお客様がご好意でくださってるんだよ、ちゃんとお礼してねっていうふうに教育はしております。なのでもらえなかったからってブーブー言うんじゃないよみたいな空気はもちろんお店で作ってるんですが、やはり売り上げの子に対しては、まあ行ってくれた女の子にねタクシー代も配らないと、その子多分次協力してくれなくなるよとか、アフター行きたくないよとか、お客様に営業しなくなるよって、やっぱ係には発破かけますし、でまたね、お客様自身にもやはりこう配る方が
お店にとっても係にとっても行った女の子にとってもウィンウィンになるので、まあ、本当全員、丸くなるんじゃないかなと思います。はい、以上で、この4点、意外とね知らないこと、またまあ有名なこといろいろありますが、銀座で飲まれてる方の暗黙のルールかなと思います。いかがだったでしょうか。また次の動画でお会いしましょう。またねー。